buenos días, los amigos y los aficionados. Les habla tu amigo Sky Junior. Gracias por venir, canal de Sky Junior. Estoy contento. Muchas gracias. はい、どうもやってまいりました。スカイディズニアチャンネル。今日はこの皆さんわかる西成のど真ん中、西成の聖地って言っていいんちゃうかな、三角公園から、スカイディズニアチャンネルの一発目撮っております。素晴らしい。あの携帯電話の前のみんなも拍手しといてね、うん。で、このスカイディズニアチャンネルいきなり始めたけども、こ何をするかって言ったら、まあ僕の、行ってるお店とか行きたいお店とか、やりたいこと、やってみたいこと、あと街をブラブラしたり、そういうのをこうメインでやっていけたらいいなと思ってます。これはこのなかなかいいチャンネルになるんちゃうかなと思ってます。なんせね、このスカイディズニア自体ね、めったにこう人前に出る機会がない。ルチャードールのくせにね、だったらちょっともっと試合しろってことやねんけど、まあ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 、それは怪我したり、今年指2本折ってるからね、指2本折ったり、あとまあ正直ね、人気がないからなかなか試合ないのってね、まあ、自分で言うなっちゃう話やねんけど、いやまあ人気なかったらこのチャンネルどうなんっていう話やねんけども、まあまあこれ楽しんでやっていきますんで、みんなもね、この時間を共有できて、みんなと共に楽しんでいけたらいいなと思ってます。これほんまにもうメキシコ人ルチャドール、スカイデジュニアとは何ぞやっていうのをもう分かってもらえるいいチャンネルになるんちゃうかなって、うん、そう思ってるんで、ぜひぜひ皆さん見てください。よろしくお願いします。ほんで今日一発目こっからね、やっぱ撮ってるけど、もういっぱい炊き出しから並ばれてますね。何しようかなっていう、何するか決めてる？その笑いやっぱ決めてない。じゃあ出て、うんじゃねえや。いやね、自分が発信者やのに、まあ自分が発信者っていうか、まあ2人でやるかって決めたんやけどね、ちょっと決めてないからさ、どうしよう。一発目からこれ出落ちみたいなところがあるけど、じゃあどうしよう。まあ、うん、分かった。じゃあ、ここ行こう、ここ。俺の、あのめっちゃ好きな居酒屋さんがあるから、そこ行こう。じゃあ、今からちょっと瞬間移動で、行くから、よし、行くぜ。よし！到着しました。瞬間移動大成功！火の鳥にやってきたよ。じゃあ、早速入っていこうか。じゃあ、火の鳥さん来ました。一杯目、生ビールで、二人乾杯しましょう。それじゃあ、乾杯。いい感じ、いい感じ、いい感じ。最高、朝日。いやいやいや、でもね、美味しいね。一杯目って、一杯目の生ビールって本当最高よね。この後、あれあれ、大仙鶏の焼き鳥が出てくるから、うん、めっちゃ楽しみ。やっぱ生ビールっていいよね。いつの時代もいいよな。いつの季節も問わないよね、うん、ビール好きには生ビールですよ、やっぱり。じゃあいただこう、早速この美味しいのあったかいうちに。じゃあ俺まずネギマかな、いただきます。リアクションかもしれへんけど、うわーとか言ってこんなんしたくないやんけど、ほんまにしてしまうぐらい美味しい。大仙鶏っていう鶏を使って、もうプリプリ、もうね、大仙、大仙、大仙、あの青く広く高い空、そしてその下に広がる緑の大地がこう思い浮かぶような、めっちゃ美味しいよ。じゃあ続きまして塩味もいただきましょう。うん、これ初めてんじゃん。これあれっすよね、ズリですね。このね、さっき何さっき初だのさ、肝だのさ、レバーそれさ、店長来るぜ。
間違ったね、あの宣伝したらあかんから。こやっぱコリコリプリプリ、こう間違いないよ。重ねる順番を気にするスカイで。これ私ね、あのね、大雑把なめちゃくちゃな人間なんですけど、こういうとこめっちゃ気にするんですよ。ちゃんとタレの方を上にして。そうそう、ほんなら洗い物しやすいね。はいはいはい、来ましたよ、作りの三種盛り。これ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 がね、もうバカうまい。生物やから、あの2、30分以内に食べてねっていう店員さんのあれがあるけども、これめっちゃうまいの。これが、これが何やったっけ、何やこれ、何いいじゃない、ズリですわ、ズリ。さっきもあの肝と間違えたズリ、これはでもズリ、肝がこれな、はいはいはい、でこれがあのささみ、めっちゃうまくてさ、この肝がね、大好きな俺の仲良しの、はい出た、上田くん、上ちゃんっていう子がおって、56年会っていう2人だけのグループがあんねんけど、上ちゃんとここ来た時、俺何を受けてんねん、この2人だけのグループに何を受けてんねん。上ちゃんがこう来た時はもうこの肝オンリーで頼んで、初め店長もあいつとスカイデジュニアが来たら、あの肝が大好きって知ってくれてるから、肝まあまあ山盛りでサービスしてくれる、この心意気ありがとう、はじめさん、本当に火の鳥にね、足向けて寝れないね。じゃあこの上田さん、56年会のリーダー、そして私が部長、どっちも立ち位置一緒で、2人一緒そう、でも橋逆やった。で視界が悪いのよ。じゃあ上田さんを思い出して、会ってないね、久しく上ちゃん。まあ、肝はタレやかね。違う、塩かな、塩のごまだれかな、これ。これでいただきます。筋トレって何倍ぐらい抜いて、大腸がつく、絶対。うまい。肝の味がした。でも肝の味ってでも独特よね。いや、焼き鳥もやっぱ美味しいでしょ。美味しい、やっぱ大仙鶏よ。大仙のね、高く広い青空、その下に広がる緑の大地、やっぱ違うね、さすが、あの高く広い広がる青い空の下、緑の草原、大地の広がるところで育った大仙鶏のこのささみは全然でも違います。うまい。はい、じゃあさっき頼んだ生作り4種盛り、コロナに負けるなが来ました。おいしそうね。で、火の鳥さんっていうのは、その大仙鶏を使ったその焼き鳥もめっちゃおいしいし、でも火の鳥さんといえばこのつくねなの、月替わりでいろんなつくねがあるから、これをもう皆さん来た時これらを全部食べてほしい。早速いただきます。で、ここで大阪では結構有名っていうか、もう馴染みの深いこの紅生姜、これ天ぷらにしたり、例えば新世界に行ったら、あの串カツにしたりっていうのもあるんだよ。これちょっとこれだけ食ったらただの紅生姜、これをつくねに乗せたらどうなるか。頬張りつきた笑ってるやん。でもね、これ暑さを我慢したけど表情に現れてないこのマスクの素晴らしさ。ザつくね、何も味付けしてないつくねの上にちょっとその生姜の辛みがあって、これはあれやね、関西独特の生姜の食べ方を生きたつくねの
食べ方やと思います。じゃあ次これつくね煮タレとマヨネーズと青のりかかってます。これいただきます。これね、まず最初に言っとくわ。俺はさっき生姜の乗ったつくねを食べた時に学んだ。一気に食ったら口の中熱い。だからちょっとだけ食った。これね、食べかけ見せたくないから。でもね、これ美味しいの。なんかね、お好み焼き風つくねを食べてる感じ。マヨネーズと青のりで。これもだから関西の味になっちゃうかな。タレも甘くて美味しい。これいいよ。おすすめ。ぜひぜひ皆さん食べてください。酔っ払いましたね。酔っ払いましたね。いやでもね、火の鳥さんには感謝しないとダメですね。火の鳥の本店ですよ。はい。天ガチ屋に支部があるっていう本店ですよ。これね、はじめ店長の心意気、わざわざこうやって8席の座敷をたっと我々のために用意してくれたんですから、感謝してね。皆さんちょっと何かあったら、大阪に来た時何かあったらちょっと僕たちの匂いを感じにここに来てください。あと概要欄でこれ貼っとくわ。概要欄貼っといてね。はい、あ、お願いします。といえば最後にお会計終わった後帰り際にお菓子もらえるの。これ自由にもらえるから、ちょっと目隠してもらいます。アメちゃんでした。これただのアメちゃんじゃないよ。こうやってね、あ、破っちゃう。じゃあ、いいこと書いてんの。成功は必ずしも、約束、成長は必ずしも、約束、ちゃ、ごめん。成功は必ずしも約束してないが、成長は必ずしも約束されているっていうこの名言。はい。はい。おらけどの額が出とる。どこまで使えるか分からんけども、これありがたくいただきます。触らせてもらえば。おいしおい来い。本物です。本物です。ということで、今日この一発目、このはじめ店長はじめスタッフのかわいこちゃんにお世話になりました。手折れるわじゃあ、皆さん、あの花園なんで逃げんの、閉められへんやん、なんで逃げんの。アミゴ。待って、仲良くやってます。ぜひぜひ皆さん、花園店、火の鳥花園本店お越しください。よろしくお願いします。また会いましょう。